おいしてもしよう、ゼルド人生彩りをイカ坊主です。ということで皆さんどうもこんにちは、イカ坊主です。本日はですね、5月9日の朝7時頃ということでですね、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの一番くじの発売日でございます。で、まあ私ね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム50個買って、で、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのスイッチも買って、お金がなくて破産したんですけれども、前回のスイッチのレビュー動画で、いくばくかのお金が入りましたのでね、皆様が見ていただいたおかげで、少しばかりのお金が入ったんで、それでですね、2、3回一番くじ引いていこうと思います。で、まあゼルダの伝説大好きなんで、これで多分 A 賞のマスターソードを引き切れると思います。まあ3回で確実の確実に引いていきたいと思います。そして今ね、この、スマホの自撮り棒みたいなジンバルがぶっ壊れてクソ泣いてます。まあそんなことはどうでもいいとして、早速ローソンに行ってみよう。ということで、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム一番くじの売り場にやってまいりました。さあ、ラインナップはこんな感じになっております。 A 賞がマスターソードライト、これがね欲しいですね。そして B 賞がキャンバスボード、これは何なんですかね、なんかでっかいポスターみたいな、硬いポスターみたいな感じなのかな。そして C が古びた唐画風ブランケットね。この何気に一番くじで唐画っていう装備が出てくるのがね、ネタバレされておりますけれどもね、こういう装備があるらしいです、唐画風ブランケットですね。で、 D 賞がフルカラーマグカップなんですけど、これね、よく見てみるとですね、これはティアーズオブザキングダムですね。これはブレワイですね。あれ、これもブレワイやな。ん、これもブレワイじゃない。いや、4分の3ブレワイやないかい。おい、何がティアーズオブザキングダム一番くじや、どうなっとんねん。まあでもフルカラーマグカップね、ブレワイのフルカラーマグカップ、あの欲しいんでね、これはぜひ当てたいところですね。さあ、お次がね、陶磁器製小皿ですね。これはなんかおつまみとか酒のつまみを置くのにちょうど良そうですね。さあ、そしてごめんなさい、いい先でしたね。 D の次はいいか、ステーショナリーコレクションですね。リングのノートとかメモ帳とか、あとクリアファイルですかね。いや、ほとんどブレワイやないかい。おい、手抜きしとんので、陶磁器がありまして、 G のメタルチャームコレクション、これ地味に欲しいんですよね。これは錆びた剣ですか。錆びた剣とマスターソードとアイディアン盾、ハートの器、頑張りの器ということでですね、これはいいですね。そしてハズレ枠がコログのラバーチャーム、これね結構大きめで可愛いんですよね。欲しいですね。これもハズレ枠といえども当たりな感じがしますね。そしてラストワンショー、デザインクロック、これどうなんですかね、静音かどうかっていうのがね、この秒針がついてるんで、秒針の音がねあんまなかったらいいんですけど、まあ、最悪秒針ね、取ります。はい、ということでね、こんな感じのラインナップになっておりますが、合計50個あるらしいですね。あ、これダブルチャンスキャンペーンですか、こういうのがありますのでね、まあ、ダブルチャンスもできますよということで、早速ね引いていきますか。とりあえずこれを持っていけばいいのか、よいしょ。じゃあちょっと破産してるんで、とりあえず3つで、やめようと思います。まあ、ちょっとグミとかね、他のティアキンのコラボ商品もあるんで、まあ、3つかな。ちょっと、いや、2つか迷うけど、2つの方がいいかな。2つにしようかな。いや、3つ引きます。ここは奮発して。まあ、ちょっと闇金から借りたお金も月かけているんですけれども、奮発して3つにします。ということで引いていきましょう。この中から引けばいいんですかね。じゃあこの中から適当に。いや、マスターソード当ててー。マスターソード頼む。来い。よし、これだ。これにします。はい、750円、俺750円頼む。マスターソーダ来てくれ。うわー、うわー、どうだ、うわー、 H 賞コログのラバーチャーム、これはハズレですね。いや、マジか。でもコログのラバーチャームちょっと可愛いんでね、店員さんにね持ってきてもらおうと思います。ということで、コログのラバーチャーム、ポッチをもらいました。ちょっと初めての試練でね、ムカついたんで、これ家に持って帰って、呪いをかけようと思います。ということで、ありがとうございます。まあちょっとハズレですけどね、ラバーチャーム結構当たりな感じがしますね。可愛いので、嬉しいです。さあ、2個目引いていきましょう。いや、これじゃないな。君に決めた！君はマスターソードだろ！うおー、頼む！マスターソード来い！うわー、ステーショナリーコレクション E 賞。あ、でも E 賞ちょっといいんじゃない？ H よりかはマシになったんじゃないの？ E 賞なんで、下から4番目なんで、だいぶね、位が上がりましたね。さっき H やったのが、ディンディンディンって上がって、E 賞になりました。まあ、いろいろ選べるっぽいんで、ちょっと一番かっこいいやつもらいましょう。店員さん！ということで、この、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのね、古びた木の盾に書かれている、この文様のリングノートですかね。B5 サイズぐらいのちっちゃい。何サイズなんやろこれ。ちっちゃいリングノートをですね、いただきました。まあこれでいっぱいお絵描きしたいと思います。これはちょっと当たりですね。ありがとうございます。さあラスト、頼む、ここに俺の全てがかかっとるんや、頼む、これじゃない、これでもない、これでもない、これだ、うわぁ、頼むぞ、マスターソード、頼む、マスターソード、
ステーショナリーコレクション。またかいですいやろ、ステーショナリーコレクション。ということでね、ノート大好きっ子なんで、このなんか謎の文様のノートいただきました。ありがとうございます。いや、マジか、一番くじ外れるか。くー、欲しかったな、マスターソードナイト。引きたい、引きたいけど金がない。いや、待てよ。落ち着いて考えろ。いや、まだ、俺は闇金に金は借りたが、レイクには金を借りてない。レイクに行くさよーしかーよいしょ。お、メタルチャームコレクション、よーし、メタルチャームコレクションゲット、やったぜ。なんかランダムで入ってるみたいです。どんどん行くぜ。うわーってー、うわー陶磁器、よっしゃー、あらまだ行くぜ。うわーってー、ラバーチャーム外れー。破産しました。はい、完全に破産しました。この1週間で2回破産しました。ちょっとあまりにもゼルダ愛が強すぎて手を止めることが一切できませんでした。一番くじ全部引いちゃいました。おまけにローソンコラボの商品もたくさん買いました。いやー困ったな、どうしよう。まあ、一応ねこれ食べ物なんでご飯はあるんですけど、明日から水道光熱通信費、並びに電気代ちょっと払えないですね。レイクから借りた金全部使いました。まあ、ちょっとしょうがないんで、このレビュー動画をバズらしてなんとか生活費を稼いでいこうと思います。ということで、皆さんが気になっているであろう商品と、そして個人的に今気に入った商品をね、レビューしようと思います。まあ、まず何といってもこれですよね、マスターソードライト全1種、これ2個あります。まあ、2個あるんでちょっと1個開封していこうと思います。ちょっとこれ開けていきますね。いや参ったな、どうしよう、本当に困ったんでね、皆さんいっぱいいいねしてください。さあ中身はこんな感じでね、プラスチックに包まれております。はい、ということでこれが本体ですね。まあ、思ってたより細いですね。なんかもっと太いんかなと思ってたけど、こんな感じで刀身がね透けておりますね。まあ、ライトなんでね。でこの錆びた部分がこんな感じでまがまがしくね、怨念感が出ておりますけれども、ここにねオンオフスイッチがありますね。これは飾ると多分見えなくなるようになっているんですかね。そしてスタンドです。シンプルにねティアーズオブザキングダムロゴが小さく入っていますね。まあ、このね台座だけでも結構かっこいいかなと思います。そしたらちょっとねここドライバーで開けて電池入れてね光らしてみようと思います。はい、こんな感じで今ね絶滅危惧種の単4電池2個いるらしいですね。入れていきます。さあ OK です。これでスイッチ入れればいいのかな。はい、スイッチオン。おー、なるほどね。この根元が光るみたいですね。全体が光るというよりかは、根元が光るという感じですね。あ、でも綺麗ですね。こんな感じになってます。まあ、電池で動くということさえ目をつぶれば、非常にいい当たりだと思います。飾りたくなりますね。ということで A 賞のマスターソードでした。さあそしてラストワン賞のデザインクロックです。これね普段使いしたいんですけれども、どうしてもちょっと秒針の音がねあるかどうか気になるんで見ていきましょう。さあ中はこんな感じですね。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのロゴと、後ろは石碑ですね。このまだね誰か分かってないお姫様みたいな人と王様みたいな人が契りを交わしているというそのシーンですね。まあちょっとね単3電池がいるんで持っていきましょう。さあ、さあ入れました。音はどうでしょうか。動いてる？動いてますね。あ、いいですね。結構静音タイプですね。音あんま聞こえないですね。うん、いいじゃん、使えそう。これは俺の部屋に置こうかな。あんまりね録画するときに秒針の音気になるけん、こういうね秒針のある時計置きたくなかったんですけど、これなら置けそうですね。でちょっとね大きさは思ってたよりもちっちゃいんですけれども、普段使いできそうです。これはナイス、ありがとうございます。あ、ちなみにですね、なんかこうスタンドがあってですね、置き時計としても使えるみたいですね。まあ、これはこれでいいね。リビングとかに置くのもいいかもしれませんね。ナイス。さあそして個人的にちょっと気になっていたこの陶磁器成功皿、これ開けていこうと思います。これなんかねどういう質感なんやろっていう、陶磁器製なんでザラザラしとんかなって感じなんですけど、お、なるほどね。結構分厚い感じでザラザラというよりかはツルツルマット感はありますね。ツルツルということでもないけど、結構ね重みがあります。はい、重量感を感じられますね。これはね何だろう、何に使うかな。餃子のタレとか入れたり、餃子を食べるときに使ったり、まあ、ちょっとしたあの牛タンの塩だれとか、なんかそういうの入れるの良さそうよね。まあ、それか唐揚げ2個とか味玉とか、なんかそういうのに使えそうですね。ちょっとねあの普通の小皿よりもちょっと大きめなんで、まあなんか使い勝手良さそうですね。これはナイスです。さあそして B 賞のキャンバスボードです。これね一体何なのかよく分かってないんですけど、ちょっと開けていきましょう。
はい、こちらですね。このTears of the Kingdomの公式サイトとかで使われているこのイラストがね、描かれている結構大きめな木の板ですね。表面はザラザラしていて、なんか紙っぽいようなそんな質感。ただ木ですね。結構重みがあります。これは多分置くんでしょうね。置くものなんでしょうね。これちょっとこれはよくわかんないですね、正直。使用用途が、重みがある板です。はい、なんかもっと薄いんかなと思ったけど、しっかりね、幅がありますね。さあ、ということで師匠の古びた東画風ブランケットですね。結構大きめですね。思ってるよりも深緑感が強い、なんか苔っぽい色ですね。もっとライトな色なのかと思ってましたが、ちょっとね、深緑ですね。あ、いい感じですね。肌触りはですね、毛布、あったかそうな、なんかあの映画館とかで貸し出してくれそうな毛布みたいな感じの、質感ですね。あ、結構大きいな、これ映せるかな。はい、大きさはこれぐらいですね。かなり大きいですね。夏のちょっと肌寒い日にちょこっと毛布でギリ使えるか使えんかぐらいの大きさですね。子供がくるまれるぐらいの大きさ、まあ子供用の毛布でギリいけるかなっていうぐらいの大きさですね。これはもうちょっと使っていきましょう。はい、そしたらね、ちょっとこのメタルチャームの質感を見ていきましょう。これランダムで入っとるみたいなんで、ちょっと何が出るか楽しみです。はい、こんな感じでくるまれて入っていますね。これは頑張りの器ですね。あ、結構大きいですね。キーホルダーにしてはかなり大きいですね。で、金色ですね、頑張りの器に関しては。なるほど。思ってたよりもちょっと軽めで大きいです。これはまあそうだな、鍵とかにつけるにちょっとでかいかもな。なんかコントローラーとかにね、ワンポイントでつけるのがいいかもしれませんね。これ非常に可愛いです。ナイス。さあ、そして陶磁器、小皿、ルピー見ていきましょう。おー、結構しっかりしてますね。思ってたよりも分厚くて、色合いが味があっていいですね。若干ムラがある感じが逆にいいというか。これはそうだな、何乗せるやろ。これはタレちょっとね、浅いんでタレは微妙だな。漬物とかやな、漬物入れやな。漬物ですね。まあでも思ってたよりもね、分厚くていい感じですね。持った感じもね、なんか壊れそうな感じがあんましないんで、非常にいいもんだと思います。ありがとうございます。さあ、ということでマグカップ見ていきましょう。マグカップ、これね、1個だけ、他は全部ブリワイ仕様なんだけど、1個だけティアーズオブザキングダム仕様のがあって、ティアキン仕様のマグカップですね。こんな感じで全体を空が覆ってますね。大きさ的にはちょっと大きめかな。もういいやもういいや。大きさ的にはちょっとね、大きめなマグカップですね。しっかりコーヒーとか飲めるタイプですね。なんか木くず入ってますけど、これはまあ普通にいいな。マグカップね、よく使うんで、これまた愛用していきたいと思います。かわいい。かわいい。ということで、ゼルダの伝説一番くじのレビュー動画でした。いやー、まあ全部ね、あるんですけれども、どれもね、思ったよりもクオリティが高くて、引く価値ありだと思います。コンプリートするのもね、全然ありだと思いますので、皆さんぜひね、頑張って欲しい商品を当ててみてください。で、このコラボ商品、こういうグミとか、あそこに地味にあるんですけど、おにぎりとかね、唐揚げとかは、まだね、ちょっと別の動画で食べていきたいと思いますので、そちらもチェックしっかりしていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画はここまでです。ここまで見てくださった方は、チャンネル登録、高評価ボタンポチしていただけると嬉しいです。すいません、いつもいただけるとモチベーション爆上がりオブザピーボーですので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの